戦艦、i o ワの SL9-32 操作端末、SL9-32 は、艦の戦闘システムと緊密に統合されている案、SL9-32 は、冷戦ン社が開発した、電子戦装置。電子戦支援機能のみのモデルと、電子攻撃機能を有するモデルがあり、アメリカ海軍及び、アメリカ沿岸警備隊の艦船に広く、搭載されている。アメリカ海軍は、 1960年代より、アン、WLR-1 電波探知装置を運用してきた。また、ソビエト連邦軍が、K、K-10S 空対艦ミサイルや P-15 艦対艦ミサイルなど対艦ミサイルの配備に着手したことから、1960年代末から1970年代初頭にかけて、さらにアン、WLR-3 レーダー警報受信機やアン、 ウルックマイナス6電波妨害装置が追加された。その後、アン、WLR-1 及びアン、ウルックマイナス6が改良を重ねるとともに、新型のイザムとして、アン、WLR-8、RWR として、アン、WLR-11、また、ECM としては、アン、s l 二1 7 22、23、24、 26が順次に開発、配備され、特に、アン、WLR-8 とアン、SL9-17 は、空母向けの統合電子戦装置として、アン、SL9-29 を構成していた。しかし、1967年に発生したエラーと撃沈事件は、アメリカ海軍の電子戦体制に、大きな衝撃を与えた。 エーラート事件後に行われた研究により、当時のシステムでは、対艦ミサイルの接近を十分に早く探知できず、有効な対処手段を講じ得ないことが明らかとなった。1972年、アメリカ海軍、ヒューズ社の案、SL9-31 と、レーセオン社の案、SL9-32 が候補となったが、近距離での探知能力が評価されて、 1977年5月には最初の契約がレーセオン社との間に締結された。1979会計年度において初期作戦能力の達成が宣言され、1979年7月にはオリバー・ハザード・ペリーに SL9-322 が搭載された。案、SL9-32 はモジュラー設計を採用しており、監視、 大きさなどに応じて複数のバリエーションが配備されている。主たるアンテナは脳型体の一つの面の平行な二辺を切り落とした形のタワー型構造に集中して配置されている。このタワー型構造はロール方向の同様修正を施されており、通例、環境構造の両舷側に設置される。なお虫構成アンテナは従来通りにマスト状に配置されている。 また情報処理用として、1から3ではアン、ナス1 9コンピュータが用いられていた。なお本機では、対応する、周波数を、下記の3つの周波数帯に区分している。ター型構造の両側45度の位置には、方向探知用、アンテナ群が配置される。まず最上段には、バンド3の方向探知用として、66機の、ホーンからなる、リニアレーレイアンテナが配置される。 これらが受信した信号はロットマンレンズを介して17機の受信機に入力される。有効ビーム幅は5.3度である。その下段にはバンド2の方向探知用として38機の保温からなるリニーアレイアンテナが配置される。これらが受信した信号は別のロットマンレンズを介して9機の受信機に入力される。有効ビーム幅は10度である。一方、 これらの平面アンテナの間にあたるタワー型構造の正面には純無指向性アンテナが半円筒型のレドームに収容されて配置される。また1985年にはバンド1の方向探知性能向上を目的とした改修が発注された。これによってタワー型構造から独立して半円柱型のレドームに覆われたレンズアンテナである。 AS-3316 が追加された。一方、これらのイザム用アンテナ群の下方には ECM 用のアンテナが装備されることもある。これはバンド3を対象としており、35機のホーンからなるリニアーレイアンテナで32本のビームを生成することができる。送信機としては合計で140本の進行破綻が用いられており、 空中戦電力は1メガワットに達するとされている。動作モードとしては、下記のようなものがあり、75個の目標に対して、個別にモードを指定することができる。また後には、電波探知装置として配備されていた、s l q 3 2 2に対して、ECM 能力を与えるためのサイドキック回収が行われた。これはタワー型構造とは別に、 電波妨害装置を搭載するものであり、蒸気のようなタワー型構造に統合された ECM 用アンテナよりも低出力であった。s l q 3 2には用途と世代に応じて、下記のようなバージョンが存在する。s l q 3 2 1もっとも単純なモデル。最上段のイザムアンテナのみを搭載しており、本質的にはレーダー警報受信機である。少数が、 フリゲートなど小型の艦艇や補助艦艇に搭載されていたが、ほとんどが2にアップグレードされた。s l q 3 2 2最上段と中段のアンテナを搭載し、電波探知装置としてはフル機能を備えるモデル。駆逐艦やフリゲートなどに搭載された。s l q 3 2 3 2を元に ECM 用の最下段のアンテナを追加したモデルで、 巡洋艦以上の水上戦闘艦などに搭載されている。SL9-324-3 をもとに大型艦に対応して構成サブシステムを2セットずつとしたモデルで航空母艦などに搭載されている。SL9-325-2 をもとにサイドキック回収を施したモデル。スターク被弾事件を受けてフリーゲート級艦艇に 電子攻撃機能を付与するために開発された。ありがとうございます。